はい、皆さんこんにちは、森泉です。まず最近のお話しすると、大会に出たりして学生さんだったりいろんな方々と会って試合動画をね、最近 YouTube に出すようになりました。今後ともね、こうやってね、素敵な出会いを求めていろんな各地でバドミントンやっていきたいなと思いますので、今後とも YouTube 頑張っていきたいと思います。森泉チャンネル応援の方よろしくお願いいたします。まあ早くもね、バドミントン上げてから1年半ぐらいかな、経つんですけど、我こそ、森泉チャンネルの子さんだという方は、ぜひぜひコメント欄に記入お願いします。まあ今後ともね、森泉頑張っていきたいなと改めて思うので、プレゼント企画をやっていきたいと思います。その前に、僕の心境報告をいくつかさせていただきたいなと思います。まずはね、大会を主催したいと思います。細かく言うと、7月4日に森泉杯を主催することになりました。で、まだまだね、エントリー募集しておりますので、細かい内容は下のね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんのご参加お待ちしております。まあ、それとね、大会終わったら YouTube 出たいよっていう方は、ぜひぜひ打ちましょう、撮りましょう。お願いします。と、もう一つ大会主催することになりました。7月25日。いや、マジでお待たせしました、学生さんの皆さん。高校生の引退試合を千葉県にて主催していきます。7月25日でございます。で、こちらはね、壮大にやっていきたいなと思いますので、とあるね、有名な会場を借りて、皆さん最近テレビ、YouTube など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 で取り上げているハニーソフィアさんで主催決まりましたので、そちらもね、 Twitter のリンク下に概要を貼っておきますので、ぜひぜひご応募お待ちしております。で、引退試合に関しては、ビッグスポーツ様というショップさんと、あとヨネックス様のご協力をいただいて盛大にやれたらなと思いますので、ぜひぜひ、もちろんね、社会人の方でも運営手伝っていただける方、ぜひ募集しておりますので、よろしくお願いいたします。と、引退試合は、やっぱり大会を主催するにあたって、やっぱり会場とかね、こうシャトルとかいろいろね、準備が必要になってくるので、まあ僕としてはね、いろんな各地でこれから引退試合、社会人の大会などなどをいっぱい主催していきたいなと思うんですけど、なんせね、僕一人の力じゃなかなか、できない部分はあるのでもしね、この件でやってほしいっていうご要望があれば、ショップ様通していただければ、僕はすぐ動きますので、もちろんね、ご相談乗らせていただきたいなと思いますので、紹介してください。そして見てるショップ様、あとはメーカーさん、ぜひぜひ協力お願いします。お願いしますはい、ということでね、まあ今後ね、いっぱいやりたいことあるんですけど、今日はこれまでで、まだいっぱい森泉の頭の中にこんないっぱいあるんで、ちょっとそれは置いといて、プレゼント企画の詳細をお話ししていきたいなと思います。今回は森泉考えてるのはこの3本です。森泉がね、昔使ってたラケットたちです。で、毎回ね、そうなんですけど、チャンネル登録に応じてプレゼントできる本数を変えていってます、いつも。で、今回は現行ね、5762人の方に今チャンネル登録していただいております。詳細言うと、こちらのね、アストロックス99、これいいですね、本当に、ね、みんな大好きなラケットです。これ 3UG5 ですね、です。森泉の使ったラケットになります。で、こちらが7000人いったら抽選で1名様1本となります。と、続きまして、こちらのね、わあ懐かしい、あんま最近使わなくなっちゃったんですけど、ナノレイ900ですね。ナノレイ900の、これごめんなさい、ちょっと何 U か忘れちゃったんですけど、まあ多分 3U だと思いますが、7500人いったらこちらをお渡ししたいと思います。と、8000人いったら、こちらの、これ少し、まあちょっと、これ陥没しちゃってる部分もあるので、今度ね、ツイッターで写真あげるので、見てください。まあこれはね、レアなものなんで、まあもし誰か使うのであれば、これ多分普通に打てると思うんで、結構でも中に入っちゃってるな。まあそれでもいいよと心優しい方がいらっしゃれば、てかまあちょっと僕もあんまり使ってないラケットになるので、もし使いたいっていう方がいらっしゃれば、僕はね、そういう方にプレゼントしていきたいなと思いますので、今回はこの3本となります。リーズミが最近使わなくなっちゃったからな。最近ラケットいっぱい買ってから。あと、これはダメです。これは100万人チャンネル登録いったらお渡しします。ナノスピード7000。これも僕の愛用してたんで、ずっと高校の時の。なんでダメです。マジかっこいい。また復活しないかな、こういうラケット。です。
これ100万人いったら渡します。はい、ということでね、期限なんですけど6月30日までの23時59分までの受付となります。で、応募方法なんですけど、まあ今までね、公式 LINE とか Twitter とかやってましたけど、今回は YouTube のコメントでいいのかなって思います。なので、まあ何かしらね、コメントいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。と、当選発表なんですが、まあ7月頭ぐらいに上げる動画のエンディングに入れていきたいなと思いますので、7月の動画をよくチェックして待ってみてください。よろしくお願いします。プレゼント企画の内容は以上になります。ということで、本当に YouTube 始めて結構こう引退試合の話をいろいろさせて、まあ僕がね言ったんですけど、なかなか行動にできない部分もあって、まあ結構こう皆さんにご迷惑かけてしまう部分もあったんですけど、やっぱ今後ね、しっかりといろんな方々に支えてもらいながら、各地で時間かかりますけど頑張っていきたいなと本当に思います。バドミントンね、やるの大好きで、で主催するも大好きなんで、皆さんの役に立てればなと思ってます。いや楽しいじゃん、本当にやるのバドミントン楽しんでね。もしね、大会とかで森泉と会ったら、皆さん写真とかね撮りましょう。撮って、あとはね、できればね、バドミントン交流会とかもね、まあこれいつかやっていきたいなと思います。まあ、戦いたい人で、ね、ぜひ戦っていきましょう。戦いましょう。いっぱい話すことありますけど、以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。インスタグラム、ツイッターもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。今後の森泉ご期待ください。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。